今日もですね、出題されたらなんだっけとなるような問題を2分ぐらいの講義で話していきます。今日はですね、地震の規模を表すのはどっちだったかなと、マグニチュードだったかな、それとも震度だったかな、どっちでしょうというところでございます。地震ってさ、英語でアースクウェイクって言うんだけど、地震からね、助けてほしい人が、あー神様救ってくださいね、略してアースクウェイ、アースクウェイクで、なったとかならなかったとか。地震ってさ、予測が難しいとされているよね。でも数年後にさ、丸年から丸年にすげー地震が起こりますって、日本の偉い人とか機関が言っておって、予想できんのになんでそんなでっかい機関が言うんだろうとね、素直になりきれない私がいるわけで、黒板の字をね、なぜスマホで写メさせてくれない先生がいるのか、写メでいいのになぁとね、板書に対して素直になりきれない私がいるわけで、ね、そんなわけで地震です。規模を表すのはマグニチュードです。ということでね、答えはマグニチュードになります。震度とね、間違えやすいということなんですが、苦手な人は規模ってどういう意味なんだろうとね、そういった理解はせずに、規模って問題に書いてあったらマグニチュードってそう書く、ね。規模って書いてなかったら震度って書く、ね。こんな教え方したらね、怒られるかもだけれども、まあこれでですね、かなりの問題が当たるから、苦手な人はね、ぜひやってみてほしいと。ちなみにね、テレビに地震速報ってね、こういう風なのがあるでしょ。地震速報ってテレビであったりするでしょ。あれは震度になりますね。マグニチュードじゃなくて震度ね。馴染みのある方が震度という、そういったね、覚え方をする人もいるようですね。引っ掛けでね、引っ掛け問題で、10キロの場所と50キロの場所でのマグニチュードってどうなっているのかなっていう問題があるんだけど、マグニチュードは変わらないからね。で、ここで、ん?ってね、思った人いると思うんだけど、ちょっと解説です。地震って地中の中のこう、プレートのズレ。ね、このプレートがずれてドカーン。じゃん?ね、これがね、マグニチュードって言うんだけど、まあ、これは知ってると思うんだけど、このドカーンが自分のところがどのくらい揺れたかなには関係ないわけだな。ね。さっき言ったけれども、この地中の中の断層のズレのドカーンがマグニチュードです。だからね、100キロ離れようが、1000キロ離れていようが、まあ、ドカーンがボッカーンになることもバーンになることもなくてドカーンってなるでしょ。だから、マグニチュードはどこにいても変わんないと。ね。どうかな?ね。ちょっとこれ分かりやすかったら嬉しいんですけれども、続きましてですね、ゆるりふわりと雑談程度の人生授業の2時間目です。今日はですね、女子の世界は複雑らしいとね、女子の世界は複雑らしいというお話をします。高校生になってやっとこさ女子ともね、話すことができる少年になっていた私なんですけれども、驚くことに、今の中学生の男女って仲がいいよね。私の時代はね、女子と話すだけで、エロだなお前とか言われて、お前女子が好きなんだろと冷やかされるというね、まあ小学時代を送り、まあ中学生になったらね、後輩一徹と女子と話さないということがかっこいいとされていた時代ね。そんな時代を生き抜いていた私が今の学生に言いたいことね、それはね、とてもあなたたちが羨ましいですね。そんな私もですね、高校生になって女子と話す機会が増えて、女子友達ができて、そして教えてもらった嘘のような、多分嘘の話、ね。男女間の話なんだけれども、聞いた時に男でよかったと思ったね、そんな話です。どうもね、女子のグループにはランクというものがあるらしいですね。A ランクから仲間外れにされると B ランクのグループに行くらしいと。ね、女子はみんな仲良しだなーってね、思っているそこの男子職。ね、実は違う時があるんだってさ。で、恐ろしいのはここからで、A ランクの子が好きになっている男子とは話しちゃダメなんだって。ね、どういうことってね、その高校になってできた女子友達に聞いたのですね。じゃあ、その好かれている男子が別の女子に話しかけに行ったらどうなるのってね、そういうふうに聞きました。聞いたらね、短い時間の会話ならいいけど、長くそして楽しそうに話していると A ランクの子から、私がその男子好きなこと知ってるでしょって言われるか、A グループの間で陰口言われるんだって。で、さらにね、私は聞いたのよ。じゃあ、その男子が別の女子に告白して、
告白された女子が OK を出すことってあるのってね。告白された女子がその男子をいいと思えばそれは OK を出して付き合うことになるんだって。さすがにいいなと思っているのに A クラスの女子にね、忖度することはないんだってさ。なんだけど、後が怖いらしいです。基本的にね、会話は一時ないんだって。そんな女子のね、内側のことなんて気にせずね、イエーイ彼氏できたぜーとね、はしゃぐ男子ね。そんな単純な男子が私はね、好きです。今日はね、以上となりますね。いつも見ていただいてありがとうございます。